こんにちは、広瀬まりでございます。これなんだ、茶屋美人って書いてあるでしょ。この前金沢に行ってきた時にね、封切ってないけど分けなかったけど、片手ではできない。これね、金箔を使ったねお化粧品とかなんだけど、ほらこういうね、金箔、見えるかな、白座の油取り紙。金箔をね、こう薄く伸ばす時の間に挟む紙が油取り紙として言う、ね、すごく素敵じゃないわ、いいっていうことで、そういう油取り紙とか、これね、金と銀のアイシャドウ、このつけてまた動画撮らなきゃね。そしてこれがね、何だったっけな、ちょっとキラキラするパウダーね、シャイニーパウダーでございます。このワクワクするよね、こういうところだけ女子よね。そしてこれはね、ちょっと違うところで買ったんですけど、これ、ね、演劇用の三吉さんのね、こういろいろ、これは眉毛描くやつね。そして眉マスカラ、そしてこれは、これはアイライン引くやつ、アイライナーか、こんなにちょっとお化粧品を揃えて、ちょっとまた綺麗になろうかななんて思っております。これワクワクするね。また顔見てね、どんな風に使ってるか。